丸の内中央ビルは国鉄の新幹線総合指令所があった新幹線運行本部ビル跡地に建てられた東海旅客鉄道所有の東京駅に接続する駅ビルで1階部は東京駅日本橋口の自由通路となっている。計画段階では仮称として JR 東海ビルと表記されていた。3から7階には JR 東海の新幹線鉄道事業本部などが入居し、8から14階は賃貸フロアとして JR 東海情報システム JR 東海商事、東京ステーション開発、日本車両製造、日立製作所などが入居する。1階は日本橋口コンコース及びビルのエントランスで3階まで吹き抜けのロビーになっており、東海キオスクのベルマートが2階にはスターバックスコーヒーが店舗を構える。また1階は JR 東日本新幹線運行本部ビルや東京駅一番街、キッチンストリートと日本橋第 1.2 通路により連続しており、地下1階では東京キャラクターストリート及び東京メトロ東西線、大手町駅と結ばれている。地下2階以下には東海道新幹線の保守設備とホーム、信号用などの受電施設があり、駅との業務用連絡通路も設けられている。3階層の外部が東海道新幹線の16から18番線の終端となっており、線路先端には油圧ダンパの車止めが設置されている。日本橋口として建物を抜けると正面が JR バス乗り場になっている。建物正面の外装は4階までが裾広がり斜面のガラススクリーン、4階以上は熱線反射ガラスの窓をアルミのカーテンウォールやパネルで囲っている。建物背面の4階から上は新幹線ホーム上に13メートルオーバーハングしている。ありがとうございます。